ファーストフリートがポートジャクソン湾に入港する様子を描いた同伴が、ファーストフリートを日本語に分けすると最初の植民船団とは1787年5月13日イギリスからニューサウスウェールズ植民地に派遣された11隻の船団のことである。この船団の乗組員はオーストラリア大陸におけるヨーロッパ人最初の入植者となる。 1788年1月26日、現在のシドニー湾に到達し、オーストラリアの植民地としての歴史が始まることとなった。彼らのシドニー湾に上陸した日は、オーストラリアではオーストラリアの日という祝日となっている。18世紀のイギリスは農業革命と囲い込みが進展し、食を失った農民は都市に流入していった。しかし、 都市に流入した農民の生活は貧しいものであり、都市では彼らの手によって多くの軽微な犯罪も頻発した。犯罪者となった彼らは刑務所に収監されたものの、刑務所はすぐに満員となり、さらには外洋公開にはできそなくなったハルクと呼ばれる船舶に収容されるようになった。ただ、ハルクの環境は劣悪であり、すし詰め状態であった。そのためにイギリス政府は、 警備な犯罪を犯した囚人であったとしても、彼らを処理するためにも、海外植民地に流刑することとした。イギリスでは、もともと、流罪として審判された囚人は、北米の13植民地に流されていた。1717 17年から1776年の間に、約4万人の囚人がイギリスからアメリカに渡った。しかし、1783年、 アメリカ独立戦争が終結し、北米の植民地を喪失すると新たに建国されたアメリカ合衆国はイギリスからの留計者の受け入れを拒否した。さらに、イギリス国内の人口の増加を海外植民地に移住させることで解消する必要性にも迫られていた。以上の経緯を経て、1785年12月1日、枢密院直令に基づき、 1770年、ジェームズ・クックが諸女公開に成功した太平洋地域に新たな流刑植民地を建設することを決定した。イギリスはニューサウスウェールズ以外にも複数の箇所で流刑植民地を模索していた。候補として挙がっていたのが西インド諸島、カナダ、アフリカ西海岸などであった。しかしながら、カナダは 寒いために自給自足のシステムを作ることが困難であったことから候補から外れた。アフリカは熱帯病や風土病で軍人や行政官が病に倒れるなど新植民地の建設には不適当であった。一方でニューサウスウェールズは気候も温暖であり自給自足も可能であることから新たな流刑植民地として選ばれた。1786年9月。 アーサー・フィリップ予備役海軍士官が、ファーストフリート総司令官に指名された。フィリップは、オーストラリア到達後には、初代ニューサウスウェールズ総督となることが決定した。ついで、副総督として、ロバート・ロス、法務官として、デイビッド・コリンズを任命した。機関、シリウス号。シリウス号は、後に、ノーォーク島で沈没する。絵は、その時の光景を描いたもの。 ファーストフリートは11隻の船で構成されている。機関が20門の大砲を備えた保船であるシリウス号である。シリウス号の指揮は後にニューサウスウェールズ植民地総督となるジョンハンターによって行われた。シリウス号とは別に8門の大砲を備えたサプライ号が船団の護衛についた。囚人を輸送するためには6隻の船が用意された。アレクサンダー号。 シャーロット号、フレンドシップ号、レディペンリン号、プリンスオブ、ウェールズ号、スカボロー号の6隻である。船団の2年分の食料や衣類、農具などを運ぶ輸送船として3隻の船が用意された。ゴールデングローブ号、フィッシュバーン号、ボローデール号の3隻である。11隻の船団のレプリカはシドニー博物館に展示してある。また、 シドニー湾内を運航するシドニーフェリーズのフェリーの名前はファーストフリートの船の名前にちなんだものが付けられている。ファーストフリートの人々のほとんどはイギリス人だったがアフリカ人、アメリカ人、フランス人の囚人も乗船していた。船団の人々は船員、海軍の兵士とその家族、政府の役人、そして大勢の囚人たちであり、女性や子供も含まれている。 囚人たちは、窃盗、偽証、詐欺、暴行、強盗などの多様な犯罪を犯していた。これらの囚人には、7年や14年、あるいは、無期の流刑が言い渡されていた。6隻の囚人輸送船には、それぞれ海軍の兵隊も分かれて乗り込んだ。海兵たちの家族の多くは、プリンス・オブ・ウェールズ号で航海した。ファーストフリートの幾人かの人々は、自らの経験について、 日記や記録をつけていた。この中には、繊維も含まれる。知られている十人の日誌といくつかの手紙が存在する。戦団の人数の正確な数は様々であり、確定していない。最も知られているものでは、戦団の合計は1420人で、翌年、シドニーに到着した際には、1373人であるというものである。下記の表は、 モーリー・ギレンが調査した人数のものである。一方で、初代ニューサウス・ウェールズ植民地総督となったアーサー・フィリップによると、戦団の合計は1030人で構成されているとしている。また、法務官デイビッド・コリンズの記録であるアンアカウント・オブ・ザ・イングリッシュ・コロニー・ニューサウス・ウェールズでは、各船ごとのトン数、乗組員の詳細及び人数を記録している。 1787年5月13日、イングランド南部の海軍の町であるポーツマスを出港した。航海の初日は天候にも恵まれていた。その上、囚人たちはデッキに上がってくることを許されていた。多くの研究で一致するのは、フィリップの綿密な準備と独創性が発揮されたことであり。 船員のみならず、囚人にも十分な食事を取らせていたことから、囚人への扱いは、非人道的なものではなかったということである。ポーツマスを出港した11隻の船団は、1787年6月3日、カナリア諸島のサンタクルスでテネリフェに寄港した。サンタクルスでテネリフェで、新鮮な水、野菜、果物を積み込み、6月10日に、ブラジルリオデジャネイロへ南下した。 ここでフィリップをはじめとする海軍士官は船を降り現地住民の共演を受ける一方で囚人たちは上陸することを許されなかった。また一人が脱走を試みたものの失敗に終わった。船団の2番目の寄港地であるリオデジャネーロに赴くには必ず赤道を通過しなければならない。大西洋を南へ下るにつれ船内は 暑くなると共に湿気を帯びるようになった。熱帯の気候の中で、白身やゴキブリ、のみといった害虫が乗組員を苦しませた。船底の湾曲部は腐敗臭がするようになった。そういった状況の中で、フィリップが出した指示は、船底に溜まった海水は毎日排出して清潔な状態を保つことであった。アレクサンダー号では、その指示が徹底されなかったため、 数名の囚人が病気になり、また死亡した。熱帯性の嵐は誰しもが経験をしたことがなかった。囚人たちは嵐でずぶ濡れになったとはいえ、替えの衣服を持たず、また乾かす手段も持っていなかった。結果として衣服の清潔状態は決して良いものとは言えなかった。罰則が設けられていたにもかかわらず、女性を運ぶ輸送船に至っては、 乗組員の立場に関わらず、乱行状態に陥る船もあった。赤道無風帯に進んだ際には、フィリップは船団員に支給する水の量を1日3パイントに制限することも強いられた。リオデジャネイロに到着したのは8月5日のことである。船団はリオデジャネイロに約1ヶ月の間、投留することとなった。リオデジャネイロの滞在期間中も、 囚人は船内に滞留することを余儀なくされる。一方で、士官たちはリオデジャネーロ市内を散策し、さらには現地の共演を受けた。登留の期間に船は清掃され、修繕が施された。女性の衣服は白身がいっぱいだったこともあり、新しい服が購入され、古い衣服は焼却処分された。さらに、数多くの食料を積み込んだ。その中でも、 フィリップが重要とみなした食物がオレンジである。オレンジには解決病を防ぐビタミン C が大量に含まれているということがこの時代になってようやく判明したからである。もっともビタミン C の発見自体はフィリップの指令に基づき前述のオレンジのみならず食料、水、弾薬に加え新植民地で移植する植物や種子も集めた。ブドウ、コーヒー、ココア、 インディゴ、メンなどである。9月4日、リオデジャネイロを出港した船団は、当時はオランダの植民地であった希望メネへと向かった。10月13日、船団はケープタウンに到着した。ケープタウンはオーストラリアへ向かう最後の寄港地であり、ここでもフィリップの指令に基づき、水や食料の補給のみならず、500頭以上の家畜や飼料を購入した。牛。 馬、豚、ヤギ、鳥などの家畜類である。これらの動物を乗せるためにフレンドシップ号に乗っていた女性囚人は他の船に移ることとなった。囚人たちはケープタウンで新鮮な牛肉やマトン、パン、野菜を支給された。これはケープタウンからの航海での健康を維持するためであった。植物の種子ではイチゴ、オレンジ、ライム、レモン、梨、ベー、 砂糖などが積み込まれた。11月13日から14日にかけて、船団はケープタウンを出港した。ケープタウン以降、機関はシリウス号からサプライ号へ移り、船足の速い囚人輸送船3隻とともに、オーストラリアへと向かった。残りの船団は、ジョン・ハンターが指揮し、追いかけることとなった。ケープタウンからニューサウスウェールズまでは、 いわゆる、ホエル40度と呼ばれる西寄りの卓越風が吹く。この卓越風に乗って、最後の2ヶ月の航海に乗り出した。現在のタスマニア島の位置まで、先端の一石である、フレンドシップ号が到達したのは、1788年1月4日のことである。現在のボタニーワン空撮。2014年現在のニューサウスウェールズ州の地方公共団体では、北東から、 シティオブランドウィック、シティオブ、ボタニーベイ、シティオブロックレール、南岸はサザランドシャイアに囲まれている。1788年1月18日、サプライ号がボタニー湾に到着した。ボタニー湾がこの航海の最終目的地のはずであった。この場所は1770年4月29日、ジェームズ・クックが上陸した2014年現在の ニューサウスウェールズ州の地方公共団体のサバーブであるクロヌラである。フィリップはケープタウンを出て、後に船団を二つに分けた。その理由は、囚人の輸送船三隻は男性囚人を乗せており、先行してニューサウスウェールズに到着することで、後に到着する船団が到着するために、新鮮な水を確保し、土地を整地し、さらには定住する場所を建設する目的があった。 しかしながら、当時のサザランドシャイア一帯は、クックが報告した肥沃なる大地というわけではなかった。沼地、湿地帯、不毛の砂地が広がっていたからである。さらに、1月19日から20日にかけて、残りの10隻の船が相次いでボタニー湾に到着したことで、フィリップの立てた計画は間に合わなかった。さらに、ボタニー湾は、東から吹きつける風に対しては無力であった。 ボタニー湾は11隻の船が停泊には狭すぎて着岸することもできず新鮮な水も貧しく土壌も豊かではなかったそのためフィリップは自らが中心となって1月21日からボタニー湾から北に 12km に位置するポートジャクソン湾へ遠征したポートジャクソン湾はクックが名付けた湾であり本国への報告も行われた場所ではあるが彼自身は 湾内には立ち寄っていなかった。スコットランド人の海軍将位であるラルフ・クラークは1月23日の日誌で総督がポート・ジャクソンにもっと良い定住地を見つけてくれればいいのだが、もしここに定住せざるを得ないのであれば1年の間に全ての人間が死に耐えるだろうと記述している。しかし、クラークが日誌に心配を記載した同日、フィリップはポート・ジャクソン湾から戻った。 フィリップがポート・ジャクソン湾を世界一の天然の良好であることを後にイングランドに送った手紙で記述しており、レディ・ペンリン号で軍医を務めたアーサー・バウズ・スミスは、ポート・ジャクソンが世界で最も素晴らしい港の一つであることに関しては、すべての人の意見が一致していると述べた。1月24日、ボタニー湾の湾口に2隻の船影が確認された。 フランス人ラペルーズ博ジャンフランソワ・ドガローの科学調査遠征隊の船であった。ラペルーズは自らの船団の補給、修理ができる場所を探しており、1月26日にはボタニー湾に投病した。ラペルーズの船団は現在のソロモン諸島バニコロで座礁することとなる。フランシス・フォークスによるシドニー工部の外役図。北は右側になる。現在では 入り江の右下には、シドニーオペラハウスが建設されている場所に該当する。ラペルーズ一行が、ボタニー湾に闘病した日と入れ替わりに、同日、ファーストフリートは、ポートジャクソン湾へ移動し、怒りを下ろした。フィリップとラペルーズが会うことはなかった。彼らが怒りを下ろした場所は、現在のシドニー公部である。推進は十分深く、また、ボタニー湾とは異なり、 東から吹きつける風からも守られる天然の良好であった。フィリップは今回の航海の計画の中心人物であるシドニー卿、トーマスタウンゼントにちなんでシドニー植民地と名付けられた。ファーストフリートによる航海は当時の航海の中でも特筆すべきものであったことは間違いない。イングランドのポーツマスからシドニーまでの1万5五千マイルの航海でまず、 11隻の船団で落語する船が1隻も出なかったことである。航海の途上で48人が死亡したが、この数字はファーストフリートの乗組員の3%強で済んだことは驚異的である。1789年から1790年に実施されたセカンドフリートにおいては、ファーストフリートで参加したスカボロー号がイギリスに帰国した後に参加していたにもかかわらず、 乗船した人数の28%にあたる73人が死亡し、シドニーに上陸した際には96人が病気にかかっていた。さらに、1791年に実施されたサードフリートでは2000人以上の囚人がシドニーに向かったものの、182人の死者を出していることから、わかる通り、ファーストフリートの死者数が圧倒的に少ないことがわかる。 ニューサウスウェールズに植民地を建設したイギリスであるけれどもオーストラリア大陸は無重の大陸というわけではなく先住民が居住していた。最初に停泊したボタニー・湾周辺はアボリジニの部族であるカディガル人が居住しファーストフリートを目撃していた。ポート・ジャクソン湾の周辺にはカディガル人の士族であるエオラ族が住んでいた。当然のことながら ファーストフリートによってシドニー周辺に上陸したイギリス人たちはアボリジニと接触した。ニューサウスウェールズ植民地政府の政策はアボリジニとの親密な関係を築くということであり、フィリップもアボリジニに対しては定重にもてなすようにと指示していた。しかしながらイギリス人とアボリジニとの間の蜜月は短く、両者の間では衝突が発生した。植民者は アボリジニの社会やアボリジニの人々が考える土地との関係を理解することはなかったし、アボリジニもまたイギリスの農業の監修や土地所有について理解することはなかった。植民者はアボリジニとの間に土地の協定を結ぶことはなかった。1790年から1802年にかけて、アボリジニの指導者であるペムルーイと植民者の間で、死闘が繰り広げられることとなった。 ファーストフリートの公開は文学作品の題材として取り上げられている。ありがとうございます。